バート・エーンハウゼンは、ドイツ連邦共和国のルトラインベスト・ファーレン州、デトモルド行政管区のミニーコール・リュベッケ軍に属す、市である。ビエン山地の南に位置する保養地で、最寄りの大きな都市にビーレフェルト及びハノーファーがある。ベレ川とベーザー川との合流点、バート・エーンハウゼンは、ミニーコール・リュベッケ軍の最も南に位置するビエン山地の尾根の南。 ベレ川がベーザー川に注ぐ河口に面している。地域は自然地域区分では大部分がラーフェンスベルガー盆地に含まれる。ベレ川が西から東に地域を貫いて流れ、東の地域をなすベーザー川に注ぐ。市街中心部及び楼へ、オーバーデック前、レーメの各地区はベレ川の南に、それ以外の地区は北に位置する。川の両岸は、 共に徐々に高度を上げる丘陵地である。市街地は北はビーエン山地の尾根近くにまで広がっている。この山地が軍の中核部からこの町を隔てている。バートエーンハウゼンはギュータースロー郡からビーレフェルトやヘルフォルトを経由して民伝まで広がるオストベストファーレンリッペ北部産業地域の一部である。市街地は レーネ市のゴーフェルトクと一体化している。実態に合わせて市境を変更しようとする試みはこれまで失敗に終わっている。この他に、不労投資との間にも組織構成上の緊密な結びつきがある。市域内の最も低い地点は海抜45メートル。最も高い地点は海抜269メートルである。 地域の面積は6480ヘクタールである。南北軸の最大距離は約12.5キロメートル。東西軸のそれは10.3キロメートルである。肥沃な土壌は徹底して農業に利用されており、森林面積はわずかである。以下の表に土地利用の概要を示す。バートエーンハウゼンは、東はポルタベストファーリカ、北は民伝及びヒレ、北西は ヒュルホルスと西と、南は、ヘルフォルト軍のレーネ及び、フロートと境を接している。現在のバート・エーンハウゼン氏は1973年の、ビーレフェルト法に伴う、市町村再編により成立した。これにより、旧中核縮とアムト・レーメトが合併して、現在の新生、バート・エーンハウゼン氏が誕生したのである。バート・エーンハウゼン氏の基本条例によれば、 この詩は以下の宿に分割できる。基本条例では、バートエクセント・オーバーベックゼンは区とされていない。バーとエーンハウゼンの気候は大西洋の海洋性気候に支配されている。このため、年間平均気温は大陸性気候の土地に比べてやや高い。以下に示すのは、ヘルフォルトの気温とバーとエーンハウゼンの降水量の 長期間にわたる測定値の平均値である。ジュルトマイヤーの泉1745年、コロン・ジュルトマイヤーは、豚の表皮が塩っぽいことを不思議に思い、その後承諾地で検討を行った。彼は、この発見に基づいて、プロイセンをフリードリヒ2世に声援書の建設を、進言した。この声援書は、コニーグリーチセレニューソルツィワークと名付けられた。 この街の発展の原点となった、このエピソードは、現在市の中央にあるジュルトマイヤーの泉に、表現されている。鉱山主任監督官のカール・フォン・エンハウゼンは、さらなる潮の産出を求めて1830年から、現在のクアパークがある場所でボーリングを行ったのだが、1854年に、温泉源を掘り当てた。この源泉の紅葉はすぐに広まり、 この町最初の温泉浴場が作られた。その名は、単に、ニューソルツィワーク・バイ・リハムというものであった。1848年、フリードリヒビル・ヘルム4世はこの集落に、王立、バート・エーンハウゼンという名を授けた。1860年の死の創設後、この名が引き継がれたのであった。現在、バート・エーンハウゼンの山の境界がある場所に、 キリスト教系以前には、ビーエン山地を越える山越えの道沿いの湧き水の聖地があった。あとの9世紀に、この場所に教会が建てられたのである。現在の教会はその後継にあたる建物である。教会とその下にある、ウィテキンドスクウェルのプレートがこれを示している。教会から数キロメートル離れた場所には13世紀に、作られた木組の農家が、今も残っている。 1847年のケルン民伝鉄道の開通により、この街は鉄道網に結ばれた。バート・エーンハウゼンのクアパークと中心市街地その後の温泉と街の発展は目を見張るほどで、それが第二次世界大戦の時代まで続いた。当時最も有名なプロイセンの造園家、ペーター・ヨーゼ・フレンネの設計に基づくクアパークが造営され、 1908年にはクアハウスが建設された。20世紀の初めにはクアパークの周囲に上流市民の住宅が立ち並ぶようになった。その中でも最も有名なのが1969年に新しい建物に場所を譲ったフィルネビラであった。新たな塩化物温泉のボーリングも行われた。1926年には 毎分6000リットルを紛失する世界最大の炭酸入塩化物船の源泉であるヨルダンシュプルーデルが掘り当てられ現在もこの町の象徴となっている第二次世界大戦後バート・エーンハウゼンはそれがベルリンに移転するまでイギリス軍による行政管理部の本部所在地であったこの町にははじめイギリス陸軍ライン軍団の司令部が置かれた この司令部はホテル、K、ニフィスホーフにあった。このホテルは終戦までは野戦病院として使われていた。一般市民は市内中心部での生活をほとんど禁じられ、付近の住民や企業は強制的に移転させられた。1954年に都心部がイギリス軍から解放された後、温泉業が再開された。イギリスは司令部をラインダーレに移転させた。 バート・エーンハウゼンは2004年までノルトライン・ベスト・ファーレン州の保養地で唯一の州営温泉であった。2004年の初めに市営化され温泉の所有権はバート・エーンハウゼンが有している。バート・エーンハウゼンの市議会は44議席からなる。議員の任期は5年である。1946年3月1日から市長職は名誉職とされたが、 1999年からは、再び行政代表者としての職に戻された。上述した通り、1946年から1999年まで、市長は名誉職であり、市の運営は、市主事が行っていた。市の旗バート・エーンハウゼンは、1973年12月13日に、デトモルト行政官区長官によって紋章。旗。 上りの使用権を与えられた。紋章の図柄、青地に銀の四段のはしご。上部は銀の並体で分割されており、上部は赤地に三羽の小鳥。この紋章は1863年からあり、エーンハウゼン家の家紋を引き継いだものである。カール・フォン・エーンハウゼンが最初の光線を掘り当てたことが、この栄誉の由来である。 死の紋章長部の小鳥は、旧アムトレーメの紋章から取られた。このアムトには、現在のバート・エーンハウゼン死の地域の大部分が、含まれていた。旗のデザイン、長辺沿いに、青から白から青で1、3、1の幅に染め分けられ、中央部旗竿およりに、死の紋章が描かれている。上りのデザイン、長辺沿いに、青から白から青で1、3、1の幅に染め分けられ、 上半分中央部に市の紋章が描かれている。また、バートエーンハウゼン氏は紋章と同じデザインの印象を用いている。バートエーンハウゼンはヨーロッパの三都市と活発な姉妹都市協定を結んでいる。ヨルダンシュプルーデンヨルダンシュプルーデンはバートエーンハウゼンの象徴である。これは炭酸入り塩化物線の源泉として世界最大のものの一つである。 かつては年に一回、パークリヒターの時だけ噴水として、お湯を放出するデモンストレーションが行われていたが、現在ではスポンサーがついたことや、新しい節水技術の導入により、陶器を除いて、毎日9時から20時まで1時間ごとに5分間、最高の高さにまで噴出される。テアター・アイム・パークでは、ビー・レフェルト・フィルハーモニー管弦楽団や、 国西ドイツフィルハーモニー管弦楽団など他の劇場やコンサートホールからの客演公演が開催される。クアパーク内にはカイザーパレスの GOB バリエテもある。この建物はクアハウスとしてネオバロック様式で建設された。以前はシュピールカジノバート・エーンハウゼンの名でカジノとして使われていた。現在の名称で原稿の使われ方がされるように なったのは2000年からである。バートエーンハウゼンのメルヘンを呼び、ベーザー伝説博物館は、ベーザー産地地方の民話、特に、グリム兄弟の作品に関連したものを収集している。この博物館は、クアパークに面した、見事な有限とシティール住宅であるパウルベア、庭内に1973年にオープンした。初期に中心となったのは、 1992年に亡くなった作家カールペイトーの個人コレクションであった。バート・エーンハウゼンはこの博物館を足掛かりにドイツメルヘン街道に加盟している。このほか博物館ムゼウムスホーフには、地主の館、ホヤーリングハウス、シュピーカー、ナヤ、パンヤ企業の小屋、1772年建造の水車や農家の庭が再現されている。 文化的建造物と文化史のこの博物館は、ジーケルタール風地公園内にある。自動車、技術博物館、モートルテクニカバートエーンハウゼンは450点以上の、自動車、オートバイ、機関車、飛行機を展示している。バーデハウス通告英温泉として、品格を迎えるための特別な機能を持つバートエーンハウゼンには、 昔から印象的な建物が建設されてきた。このため、クアパークには、数多くの古典主義建築や、ネオバロック建築が立ち並んでいる。例えば、1905年から1908年に、印象的なクアハウスとして建てられた、カイザーパレス。1852年から1857年に、ローベルト・フェルディナント・クレーマーとカール・フリードリヒ・ヒブッセの 設計に基づいて建てられたバーデハウス i 1885年に建てられたバーデハウス i 1915年建造の劇場、1926年に造営された遊歩場などである。また、ここにはプロテスタントの復活教会がある。1872年に単当式のネオゴシック建築として建てられたこの教会堂は、 1907年に有限都市ティールを取り入れたネオバロック建築の賛同式バシリカ協会に拡張された。この建物は、しかし、1947年2月の火災で囲い壁を残して消失した。ゲッピンゲンの建築家、リーツ・ブランディは、この外壁を利用して、現在の賛同式ホール協会を建設した。 ただし、内人のアプシスは覗かれ、まっすぐな仕上がりとなった。1956年に、剣道式が行われた。そのちょう度で特筆すべきは、シュトゥットガルトの、ハンスゴットフリート・フォンシュトックハウゼンによる、復活のテーマを描いた、祭壇室のステンドグラスや、ゲルハルト・マルクスがデザインした、祭壇室のキリスト十字架像、祭壇のテーブル、食台 塔の上の風光景といった作品群である。ショッピングセンターベレパークアイディングハウゼンにはオーフェルゲンネ城がある。新しい工業建造物を代表するのがエネルギーフォーラムイノベーションである。この建物にはミンデン・ラーフェンスベルク発電所の管理部門とブロック地熱発電所が入居している。この建物はフランク・ゲーリーによるロナルド・マクドナルドフボの家も やはりアメリカのスター建築家、フランク・ゲイリーの設計に基づいた建築である。この建物は12世帯のアパートである。それぞれの住居はガラス張りの廊下で互いに結ばれている。片つむりの殻のような形の屋根は12メートルの高さがある。この住宅は、バートエーンハウゼンの心臓、糖尿病センターに、 心臓病の小児患者が入院している間、その両親、家族が住むための期限付き住宅である。ベレパークに面したカジノがあったベーザーヒュッテの建物は、現在は、ショッピングセンターベレパークとなっている。アクア間近のバッサークラーター、バート・エーンハウゼンの中心は、クアパークである。この公園は1851年から1853年に、かけて、 ペーター・ヨーゼ・フレンネの設計に基づいて造営された。現存する輝かしい近代的な療養、温泉施設の建物は20世紀初頭の最盛期を忍ばせる。クアパークの西には郷土博物館や大きな樹木を有する広大なジーケルタール、風地公園がある。エンハウザー・シュバイツはクアパークの東に位置する。これは ー地公園であると同時にダマジカの住む市の森である。また、1990年に造営された、市場化装置や1806年に作られた、ビューロの泉がある、ジールパークが特質に値する。ここにはボンボン工場のザールツ、うんとズッカーランドがある。泉の管理者では、ビアガーデンやカフェが営業している。アクアマジカは、バートエーンハウゼント。 レーネトにまたがる広さ約20ヘクタールの風地公園である。この公園は1997年にフランスのランドスケープアーキテクトであるアンリ・ババとオリビエ・フィリップによって設計された。アクア間近で最も印象的な構造物はバッサークラーターである。この他にベレ川やベーザー川沿いの遊歩道や自転車道がレジャーに利用されている。 ベーザーカワウガンの屋外プールを有するレジャー施設、グローサーベーザー暴言へは、フェリー、アマンダ号でアクセスできる。司祭、インレンシュタットフェーテは、夏休み前の週末に開催される。この、市民の、市民のための祭りには30年以上前から、定期的に市やその周辺から5万人の人々が、訪れる。パークリヒターは毎年8月初めにクアパークで、 開催される。この行事は、もともと1956年に、イギリス占領軍が、クアパークを解放した、際の花火を起源としている。パークリヒターは、時代とともに変質し、あらゆる年代のための様々なイベントが3日間に、渡って繰り広げられる。最近では著名なミュージシャンも出場し、全国的に人気で有名な行事となっている。 この祭りは、伝統的な花火で閉幕する。バートエーンハウゼンでは、チェスのドイツマイスター戦が何度も開催されている。BN3 地ンンの両線の南に位置する、地形上の特性のため、連邦アウトバーンア2号線、連邦道 B30 号線、19世紀に作られた、ケルン民伝ンン鉄道の道償に沿った、鉄道路線といった、主要交通路はいずれも、東西方向に走っている。 昔ベーザー川は、バート・エーンハウゼンまで、船舶の航行が可能であったため、上流で伐採された木材を搬出する、イカダシラによって利用された。ベレ川川口近くに混流されたブロンズ像の、イカダシの記念碑がこの仕事を現代に伝えている。鉄道とバスバート・エーンハウゼン駅、バート・エーンハウゼンは、それぞれ異なる路線の二つの駅で、鉄道網に接続している。 バート・エーンハウゼン駅とバート・エーンハウゼン南駅である。バート・エーンハウゼン駅はハム・ミンデン線の駅で近隣の上級中心都市ビーレフェルトとを結ぶ列車が30分間隔で発着する。インターシティのアムステルダム・オスナブリュック・ハノーファー、ベルリン線やケルンブッパータール・マクデブルク・ライプツィヒ線も利用できる。レギオナルエクスプレスは ハノーファーブラウンシュバイク行きやビーレフェルト、デュッセルドルフ行きが1時間ごと、オスナブリュックライネ行きやミンデン、ニーインブルク行きが2時間ごとに運行している。南駅は、ベーザー鉄道レーネハーメルンヒルデスハイム線の駅である。この駅のプラットフォームには、段差がなく、新商社に配慮された構造である。レーネ駅の同じプラットフォームでビーレフェルト行き、 初の列車に接続する。バーとエーンハウゼンとレーネ氏との新しい市バスコンセプトによるベレバスが地域を運行している。このバスは漁師をタクト運行している。市バス路線やマイクロバス路線がベレバスに参加している。この他に民電やヒレとの間に地域バスが運行されている。この町はオストベストファーレンリッペ交通連盟に属している。 ニーダーザクセン行きの交通機関では、ニーダーザクセンチケットが使える。クアパークの遊歩場付近を出発点とする軽便鉄道が2009年まで、温泉地や公園を通って運行されていたが、不採算により廃止された。道路、バート・エーンハウゼン北バイパスの計画図、バート・エーンハウゼンは2つのアウトバーに A2 号線と A30 号線に面している。また、 連邦道 B61 号線と B514 号線が市内を通っている。A30 号線は市の西外れで終わり、B61 号線となって市内を通り、バート・エーンハウゼン・ジャンクションで A2 号線に接続する。このため、A30 号線を走ってきた車両のほぼすべてが市内を通ることとなり、その通過車両は1日約5万台に上る。 1970年代の初めから別の道路として、バートエーンハウゼンの北を通る、迂回路やトンネル建設の議論がなされた。1993年にはすでに市議会は、北バイパスを決議したのだが、これに対して、住民の反対運動が起こった。デトモルト行政管区当局は2007年1月12日に a 3 5号線を延長し、 その最終区間を北バイパスの形にするという計画が確定したことを発表した。その後2008年7月9日に連邦行政裁判所は住民たちによる計画取り消しの請求を帰却し2008年9月から最初の準備工事が開始された。この新しいアウトバーン区間は2014年に最終的に開通する予定である。 航空最寄りの国際空港は、ハノーファーにある。小さな飛行場は隣接する都市であるポルタ、ベストファーリカにある。ノルトバーンホーフに自転車ステーションがある。数多くの広域自転車道やローカルな自転車道が、市内を通っている。ミューレンルート、ベーザー自転車道、ウェルネス自転車道、エルゼベレ自転車道、ゾーレベクなどである。ベーザー側は、 アウトバーン A2 号線の橋に取り付けられた自転車道を通って渡ることができる。BN 山地を越える比較的緩やかなルートはバリュッケの道である。市街中心部は歩行者専用区域であり、広範囲で自転車の通行が禁止されている。ベーザー側の高校フェリー、アマンダ号はバート・エーンハウゼンとレジャーレクリエーション施設のグローサー・ベーザー暴言ーとを結んでいる。 このフェリーは3月から10月までの間、歩行者や自転車を乗せてベーザー側を渡している。フェリーシーズンの開幕式は伝統に則っ,って、正金曜日にミニコールリュベッケ軍の軍長を呼び、バート・エインハウゼンとポルタ・ベスト・ファーリッシ,シェとベスト・ファーレン・ブラッドは、バート・エインハウゼン向けのローカル面を制作している。 ローカルラジオ局はラジオベストファーリカである。バート・エーンハウゼン区裁判所、バート・エーンハウゼン区裁判所は、バート・エーンハウゼン、例ネフロートを管轄している。バート・エーンハウゼンには有名なノルトライン・ベストファーレン、心臓、糖尿病センターがある。この施設は、ドイツ全土で、名高い施設であり、ルール大学防腐務の大学病院の管理下にある。 バート・エーンハウゼンはこの他にも様々な分野の病院を有している。特に有名なのは、ゴルビッツ・ー・マイアー・クリニーク、クリニーク・アム・コルゾ、アウクステ・ビクトリア・クリニーク、クリニーク・バート・エクセンである。バート・エーンハウゼン最大の雇用主は、約2000人の従業員を要するフォルマーディング・前区の、ビッテキンツ・ホーフ社会奉仕団である。この他、 ミューレン・クライス病院連盟に加盟する一般総合病院がある。バートエーンハウゼンは市内で合わせて9校の基礎家庭学校を運営している。それよりも上級の学校は学校センター北と学校センター南とに分割されている。学校センター南にはインマヌエルカントギムナジウムと実家学校がある。学校センター北には別の実家学校。 総合学校、本家庭学校と特殊学校のベルナルトシューレがある。これ以外に、市は、市民大学と、音楽学校を運営している。バートエーンハウゼンにはさらに、市以外が運営する学校もある。重要な学校としては、シュタイン男爵職業補修高等専門学校、シューレアムベザーザーゲンベストファーレン、プロテスタントの職業補修高等専門学校、 職業教育施設ビッテキンツホーフがある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。